レセックとは日本司会司会が会員のために企画し医療分野において豊富なシステム構築実績を持つ NTT データが開発を行ったクラウド型のレセプトコンピュータのこと2018年1月4日からはレセック3と名称が変更になっている2006年4月10日に厚生労働省より療養の給付 老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する一部を改正する省令が交付され、歯科においては2011年より原則としてオンライン請求が義務化されることとなった。このレセプトオンライン化の対策のため、レセプトコンピュータを ASP 方式のメリットを活かし歯科医師会会員に低価格で提供する目的で開発が始まった。 2008年10月の日本司会司会理事会において開発事業化が決定された。事業者として NTT データを選定し、現在まで開発を行っている。2010年2月1日より発売が開始され、2010年2月22日、レセックの公式サイトが開設された。オンラインや電子媒体での請求を前提に開発されているが、 紙レセプトでも印刷することが可能。低価格で提供するため、デジタルレントゲンの管理等の機能はついていないが、2013年7月1日より、デジタルレントゲンとの連携サービスが開始された。また、介護保険には対応していない。電子カルテではないので、紙カルテを保管する必要がある。レセプトコンピュータは、年単位の契約のものが多いが、レセックは、 利便性を高めるため付き契約となっている。レセックの愛称は、司会、司会の会員に公募し決定された。診療入力時に使う診療パックは自分でカスタマイズ可能。司会員の診療スタイルに合わせることができる。自宅や診療所のパソコンからレセックを体験できるレセック無料体験版がある。 2011年9月26日、レセックにへのバージョンアップが行われた。ユーザーインターフェースの改良、画面表示速度の向上がなされ、ユーザーから要望の多かった返礼レセプトオンライン、再生休機能を追加された。2012年6月22日、レセックが特定非営利活動法人、 アスプサスクラウドコンソーシアムが主催するアスプサスクラウドアワード2012のグランプリを受賞。医療分野における業務はアプリケーションサービスをアスプ技術で実現したシステムとして高く評価されての受賞となった。2013年1月1日、他社レセコンからの乗り換えを容易にする診療情報移行サービスを開始。2013年7月1日、 デジタルレントゲン、予約管理ソフト、患者説明ソフト等の他システムとの連携サービスを開始。2015年4月、電子レセプト請求の猶予措置が終了し、電子レセプトの義務化が開始。2018年1月4日、レセックさんへバージョンアップが行われた。オンライン請求用レセプトファイルの作成を前提に開発されているが、 現在では普通のレセコンと同等の機能を持っている。レセックブースではデモ機を設置し体験が可能となっている。2011年、2012年、2013年、2014年体験会は日本司会司会会以外でも参加が可能となっている。2012年6月以降月1回ペースで東京で体験会を開催している。 少人数で開催し、マンツーマンで質問しやすい雰囲気が作られている。2014年度は月2回ペースになっている。サービス開始以降現在もユーザーの要望に基づいて、継続的に機能改善を行っている。2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2011年、2013年、2014年、マイクロソフトウィンドウズビスタ。 Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 8.1が推奨されている。Microsoft Windows XP は動作検証はされているが推奨されておらずサポート対象外となることがある。ブラウザはインターネットエクスプローラーを使用し、インターネットエクスプローラーは7から11までが推奨されている。 OS やブラウザのバージョンが新しくなるたびに動作検証を行い推奨環境として対応している。2015年10月1日、マイクロソフト Windows 10に対応した。厚生労働省、レセプトオンライン請求に関する省令改正及び、告示の制定について AB デンタルタイムス212010年1月25日号より、 ハット ABCDEFGHIJKLMN レセック公式サイトより、ハット ABC レセック公式サイト、ダシステム連携サービスいよいよ開始。日本司会司会雑誌、日本司会司会、レセコンアスプサービスについて2009年10月より、ハット ABCD レセック公式サイトお知らせから、レセックについにサービス開始より、ハット ABCD、 レセックアスプサスクラウドアワード2012でグランプリ受賞 ABCDNTT だってホームニュースサービスインフォメーション2012年日本司会司会会員向けレセコンアスプサービスレセックがアスピック第6回アスプサスクラウドアワード2012にてアスプサス部門社会業界特化系グランプリを受賞 AB レセックサービス料金 内容の改定について社会保障支払い基金、電子レセプト請求にかかる猶予措置及び免除措置について東京保険に組合から、社保情報、電子請求、猶予医療機関2015年4月から、電子請求に移行 AB レセック公式サイト、お知らせ新年のご挨拶より、ハット AB レセックを体験する、レセックレセックリモートでもレセック、推奨無線ランルータ販売開始 AB、 レセックタブレットアプリリリースのお知らせレセック公式サイトお知らせから Windows 10に対応しました AB レセック公式サイトお知らせから新レセックサービスの提供について日本司会司会レセックサービスの提供継続を NTT データと合意医療経済出版社 h t t p w w w i k e i p r e s s j p a r c h i v e ュ9 4 9 6 2 0 1 8年2月19日閲覧。レセックパンフレットよりハット AB レセック、無料体験会申し込みより機能改善の、お知らせより導入基本費用が、無料レセック、電子レセプト請求対応支援開始。より、に。 17開始月額利用料3ヶ月分免除。レセコン開会応援プログラムより、キャンペーン6、1パソコン無料キャンペーン開始しました。より、ありがとうございます。